衝撃テロップから予想外の結末。平日の夕方にオンエアされている東京 MX の帯番組5時に夢中。 CM に入る直前、お知らせの後はと男性心をくすぐるテロップが表示され、視聴者がざわつく事態となった。番組の前半、独自の目線でニュースを紹介する日刊敏感ランキング。キクラゲの生産に乗り出したタクシー会社、60代以降を楽しく過ごすための意識、果物ビワの魅力について、月曜レギュラーのマツコデラックス株式評論家の若林文恵氏がトークを繰り広げた。マックの大島ゆかりアナはビワの話題で、長崎のモテギのビワゼリーがちっちゃい頃大好きだったんですよと幼少期の思い出を振り返り、マツコは富裕層と突っ込み、大島アナはだったんです元と語っていた。そこで柿花正アナが、お知らせの後は知り合いの元恋人について調査と述べて CM へと切り替わろうとした。その時、画面の右上には、お知らせの後は大島ゆかり生脱ぎというテロップが映し出された。 SNS 上では、え、生脱ぎって何、大島さんが生脱ぎ、これは録画案件といったリアクションが寄せられていたのだが、 CM 明けに始まったのは追跡のコーナー。知り合いの元恋人と付き合えるかというテーマであり、悲しか街の人の声を紹介していました。スタジオでは男女差などについてトークを繰り広げ、結局そのまま次の CM へ。番組の後半では、人生の節目で1枚しか写真が撮れないとしたらというテーマで出演者が意見をぶつけ合っていましたが、生脱ぎどころかそれらしき話が出ることもありませんでした。視聴者から、いつ脱ぐの、生脱ぎ派といったツッコミが寄せられる中、番組はエンディングへ。そこで大島アナが体の意外すぎるパーツを披露する一幕が。視聴者から首の喉仏に関するメッセージが読み上げられると、大島アナは、最近私喉仏があることを発見してと告白。顎を上げると、そこにはぽっこりと喉仏の膨らみがあったのです。共演者から驚きの声が上がると、立派なの持ってんだなってと自賛していました。結局、予告テロップの生脱ぎに該当するシーンは確認できませんでしたが、大島アナの喉仏というのもかなり貴重な映像かもしれません。生脱ぎテロップの意図は未だ不明だが、視聴者を夢中にさせる効果は十分だったかもしれない。また次の動画でお返し。最後までお付き合いいただきありがとうございました。